来てくれたのいらっしゃいらしゃいや,したいや嬉しいこんなに早く来てくれていや本当に前回のバイブスタ楽しくてまたすぐ来てしまいましたいやータキちゃんどうしたんでしょうねタキちゃんなんか海外出張なんやけどなんか長引いてるみたいで忙しいんだうん私に知らせてこないということは忙しいんですね,ね<ー> <laughs> 今日は何前回 教会とイスラエルについての,その違いを学んだんですけど今日はそのもっと具体的にこう違いっていうのをその役割の違いっていうのを聞きたいなと思って、うん、イスラエルっていうのは民族的交流なのねえ民族的交流っていうと一貫して神様が交流してるっていうわけね、うん、えだからこの中の民族の中の たった一人選ばれて、うん、大祭司っていう人が選ばれて、うんうん、神様のところへ行くわけね。うん、そしてこの民族全部の罪を許してくださいって、えー、大祭司って、えー、こういう姿なんだけど、こういう姿をして、神様に一年に一回だけ、この民族全部の 罪の許しをお願いするのね。で、そういうあの民族的交流っていうのをまずは知ってもらいたい。うん、そのじゃあイスラエルのこの民族的交流っていうのと、その教会のはそのじゃ民族的交流じゃないってことですか？うん、教会は違うのね。うんえー、それは、えー、聖書で。うんえー うん、使徒の働き一章の、うんえー、4節と5節読んでくれる、はい、彼らと一緒にいる時イエスは彼らにこう命じられたエルサレムを離れないで私から聞いた父の約束をお待ちなさいヨハネは水でバプテスマを授けたがもう間もなくあなた方は精霊のバプテスマを受けるからです。 もう間もなくだからまだ始まってないのねうんそうかね、うん、まだ始まってない、うん、それが始まるのがペンテコストの日なのね、うんえー、だから今度は二章の一節から四節読んでくれる「五純節の日になって皆が一つところに集まっていたすると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり彼らのいた家全体に響き渡った」 また、炎のような分かれた舌が現れて、一人一人の上に留まった。すると、皆が精霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに、他国の言葉で話し出した。精霊に皆が満たされて、で、あの、炎が下のような形で、一人一人の上に、の、のっかってるわけね。これは、ここから、 個人的交流。一人一人に聖霊様が宿る。その神様と教会の信者っていうのは一人一人が神様と出会うことができる個人的交流。イスラエルは民族的交流。そうなんや。じゃあ個人的な交流が始まったのは この教会が誕生するペンテコーストの,、ね、の日そのペンテコーストの五巡節っていうこのペンテコーストの日っていうのは、えー、杉越のお祭りでイエス様十字架にかかってらっしゃるんでしょ、うん、そして、えー、杉越のお祭りのあと最初の土曜日安息日の。うん 翌日日日っって言ったら日曜日なのよねだから次越しのお祭りから見て最初の日曜日にこれを初歩のお祭りって呼ぶんだけどそ,、うん、その初歩のお祭りの時にイエス様が復活してるのね初歩っていうのは、うん、今までに見たことがないものっていうね、えー 畑で最初に実ったものそれを神様取ってきて神様の御前に振ってこれが初穂のお祭り初穂っていうのは神様が想像なさった時に作られたものの中には全く入っていない全く新しい身体で復活してらっしゃるのね うん、例えば例えば、えー、ラザロが生き返ったでしょ復活しましたよねラザロはでもあれは復活じゃなくて生き返ってラザロはまた死ななきゃならないのねうんだけどイエス様は復活なさって全く新しい身体で永遠にお変わりにならない。 姿なのね。だからそれが初歩。ね、初歩っていうのはこれからたくさん同じような方が出てくるということなのね。ねだからイエス様を信じた人が復活するっていうのはそういうことなんですね。そういうことなのね。ねで、この初歩のお祭りから7週間誕生したら、うんああ ペンテコストの日になるのね。で、ペンテコストの日っていうのは。うん、ああ、今、さっきは法が一つ出来上がったっていうのがあったけど。うん、あ,あもう全部が出来上がったから、うん、刈り取りの時。が来たのね。ね<ー>それが教会の始まりなの。そ,うなそれが三千人救われた。三千人救われたペンテコストの日なのね。うん、だから。 今まで民族的な交流があったけどこの教会の誕生のペンテコステから個人的な関係に教会が入ったってこと、ね、入ったっていうことだからあイスラエルはいまだに民族的交流いまだにえそしてここでキリストの花嫁という個人的交流花嫁って今日も婚約時代って言ったらもう、うん 愛して愛してえ、本当に個人的じゃない。うね。その間柄っていう。うで、このペンテコストっていうのは、あイスラエルにとっても、うんお、教会にとってもものすごく大切な日なのね。え、その教会にとって大切っていうのは分かるんだけど、イスラエルにとってペンテコストってなんでそんな大切なんですか、えー、イスラエルでは あ一番最初の杉越のお祭りっていうのをエジプトで過ごしてるのね。うん、そして、えー、その最初の杉越のお祭りが起こって、えー、エジプトのウイゴが全部死んで、それでエジプトがもう奴隷を解放しますっていうので解放されたのね。うん、そしてその後、 7週間経ってシャボットっていうんだけどねイスラエルではうん、うん、ペンテコストの日にシナイザンでうん、うん、ーモーセがあー10回を神様から頂い,いてるのねそれがあペンテコストのこ,うう、ね、この10回を頂い,いたっていうねうん、うん、このようなあ 大変な時、えー、これは民族の始まり立法を頂い,いて、うん、民族がきちっとあ神様の立法の下で、えー、動き出すっていう始まりが、うん、ペンテコーストペンテコーストっていうのはギリシャ語だから、うん、シャボットっていうのね日本語でいうと「ご純説ってね。 十回いただいた時だからねすごい大切な日なのねだから今現在もイスラエルではこのペンテコストにはよどうしモーズの立法を勉強してよどうし聖書研究してるのね、えー、その時に あ、まあ、出エジプト32章」に書かれてるんだけど、えー、モーゼがシナイ山から降りてきたらあイスラエルの民が金の牛を作ってそれを拝んでたのね偶像礼拝してたのねそれでモーゼがすっごく怒って、えー、レビ人たちに「神様側につかないものを皆殺せ」って命令する。 それで、死んだ人の数が三千人なの。え、三千人って、さっき見た、その主人のあたり、ペンテコステの時に救われた人の数と同じやね。そうあ、この立法を,をいただいた時に、うんえー、神様に逆らったものは、みんな三千人も死んだ、うんえー。今度、イエス様の十字架の後に。うん 教会っていうのが生まれたその日のペンテコストの日に3000人が救われたというこの立法と精霊様に満たされるっていうこの2つの違いが3000人の死3000人救われるっていうね、えー、すごい いい形で現れてるそれが新約聖書と旧約聖書をリンクしてるんや。リンクしてるわけね。だ,だから聖書は一貫して見なきゃダメよっていう、うん、言ったでしょ、うんえー、ローマ書の、うん、あこれは9章あ8章だローマ書の8章の、えー、14節読んでみて。 神の御霊に導かれる人はは誰ででも神の子供です。はい。じゃあシャブオットの時に3,000人死んだっていうのと、えー、御霊に満たされて神の子となって3,000人救われたっていうねこのすごい差がこの聖書に出ているわけなのね。えーこのあ 「立法」っていうのは呪いって言ったらおかしいんだけれど、うんえー、だけどそのガラティア書に、うんえー、そのことが随分はっきり書かれているので「ガラティア書3章の節節と14節読んでみてキリストは私たちのために呪われたものとなって私たちを立法の呪いから がら出ししてくださいましたなぜなら「木にかけられるものはすべて呪われたものである」と書いてあるからですこのことはアブラハムへの祝福がキリストイエスによって違法人に及ぶためでありその結果私たちが信仰によって約束の御霊を受けるためなのですここでは立法っていうのはあ呪いのようなあ 神様ともちろんつながってるんだけどいくらああ全部立法を守ろうと思ってもどうしても守りきれないっていうので、えー、罪になって死んでいくっていうことなのねそれをイエス様が釘付けにしてくださったわけね、えー、そのために信仰によって で、ええー、御霊によって、救われるという、この恵みの時代がやってきてるっていうこと。うん、今僕らは本当に恵みの時代に生かされてるってことだね。そうそう,そう、うん、じゃあ、そのイスラエルの民は、民族的に、このようにして。呪いっていうのから、えー、言われてるんやけど。イスラエルの民は本当に呪われてるんですか。それとも愛されてるって、書いてるんじゃないですか。 イスラエルの民はすごく愛されてます。うん、すごく愛されてるんだけれども、イエス様を信じてないから、未だに立法の下にあるわけなのね。うんうん、イエス様は立法から私たちを解放するために来てくださったんだけど、うん、彼らは拒否したので、未だにこの民族的の立法の下にある民族なのね。うんうん、だけど、 アブラハムに永遠の約束をされた神様が、うん、未だにこの民族見守ってるわけね。そして必ずこの約束が成就するという、その愛が絶えたことがない。な必ずその日がやってくるっていうのね。じゃあちょっと。 えー、ローマ書でローマ書の11章で、えー、見てみよう、うん、彼らが本当に救われる時が来るので、うんえー、それは約束されてるからね11章の11節とて12節読んでくれるでは尋ねましょう彼らがつまずいたのは倒れるためなのでしょうか絶対ににそんんなことはありませんかえっってて彼らの違反によって 救いが違法人に及んだのですそれはイスラエルに妬みを起こさせるためですもし彼らの違反が世界の富となり彼らの失敗が違法人の富となるなら彼らの完成はそれ以上のどんなにか素晴らしいものをもたらすことでしょうこれは素晴らしいことを言ってるのね、うんえー、イエス様は彼らの立法を取り除いて、うん、釘付けにして 本当に救うために来られたんだけど、うん、彼らの失敗と違反っていうのは、うん、彼らがイエス・キリストを拒否したために、うん、民族的に救われるということがなかった。あ<ー>あ一部の人は信じたんだけど、民族的なのね。うん 神様との交流が民族的だから、うん、救いも民族的なのね。<ー>で、一部分の人たちだけがイエス様に従ったというのが、うん、あ結局彼らの失敗という言葉になってるのね。うん、違反っていうのはイエス様を拒否したことなのね。うん、で、そのことが、うん、違法人に富を持たせたのね。 いや私たち、富を頂いたわけね、うん、どんな富を頂いたの永遠の命を頂いて、うん、罪を許していただいて、民のことさせていただいて、うん、キリストの花嫁とならせていただいててね、うん、もうこれ以上素晴らしい、富はこの宇宙、どこを探してもないっていうような祝福を頂い,いたわけね。うん で、この十二節で言ってるのは、この彼らの違反のおかげで、うん、イエス様を拒否したおかげで、世界が富を得た。私たちが、そ,<う>その、イスラエルじゃない人たちが、うん、富を得た。うん、もしそうならば、うん、彼らの完成はという言葉があるのね。うん、彼らの完成はっていうのは、 民族的に救われたらということなのね。もし彼らが民族的にゆる救われたら、それ以上どんなにか素晴らしいことが起こるでしょうっていう、キリストの花嫁で救われて、犬、うん、罪許されて、遠の命いただいてっていうね、うん、これ以上どんな 何か素晴らしいことが起こるでしょうっていうい、うん、そういうことが書いてあるじゃあ僕らが今救われて神の子供とされているのはイスラエルが違反を犯したからであってその祝福が僕らに流れてるってことやね。ということがここに書かれているわけね。うん、だから彼らが民族的に救われると、うん、彼らの完成っていう言葉なんだけど、うん、そうすると。 神様の国御国が到来するわけ。ご祭臨になるわけね。そうなんや。民族的に、こう、彼らがイエス様、イスラエルがイ,スイエス様を信じるって、すごい遠い話のように聞こえるんやけど。そうね。固くなる人たちだからね。なかなか民族的にはできないと思うんだけど。えー、ローマ書11章の26節から29節読んでくれる こうしてイスラエルは皆救われるということです。こう書かれている通りです。救う者がシオンから出て、ヤコブから不敬権を取り払う。これこそ彼らに与えた私の契約である。それは私が彼らの罪を取り除くときである。彼らは福音によればあなた方のゆえに神に敵対しているものですが、選べによれば不祖たちのゆえに愛されているものなのです。 神の賜物と証明とは変わることがありません。ここで、イスラエルは皆、うん、みんな救われるって書いてあるでしょうん、書いてる。でしょうん。お聖書にそう書いてるんだから、うん、絶対にそのことが起こる。そうか。うん。えー、そして、うん、えー、彼らは、まあ、今、 イエス様に敵対しているような状況なんだけれども、アブラハム、イサク、ヤコブだとか、うん、ダビデっていう、その、先祖のおかげで愛されているものなのですってね。うんうん、彼らは、 カタクナの人たちなんだけどもうん、うん、神様の愛は変わっていませんよ。なぜなら神様の約束は絶対変わらないから、うん、証明は変わらないからかって言ってるのね、うん。そうなんや。じゃあイスラエルの民は本当に神様から愛されてて、その完成、民族的な救いっていうのは本当に神様待ち望んでるってことやね。っていうことね。うん、えー、それがイエス様、イエス様 っていうのを信じないことにはダメなのね。のいつじゃあそういうことが起きるのか一体いつそんなことが起こるのか、うん、それはイエス様がご自分でおっしゃってるのね、うんうん。マタイの23章にね、うんえー、これ、再臨の条件って言える見言葉なんだけど、マタイ23章の39節、 読んでみてあなた方につけます祝福あれ主の皆によって来られる方にとあなた方が言う時まであなた方は今後決して私を見ることはありませんえー、ここに祝福あれ主の皆によって来られる方にって書いてあるこの言葉、うん、これはクリスチャンが使う言葉じゃないのねあ、そうなの、ね。これはユダヤ人のみ使う言葉なのへ<ー>ユダヤ人が イエス様を迎えるとき、メシアを迎えるとき、うん、その時に使う言葉なのね。そうなんや。うん。だから、あの、イエス様が、あロバで、えー、エルサレムに入場したときに、福枯、うん、れ、主の皆によって来られる方にって、人々が城の枝を持ってやってきたって書いてあるでしょ、うんうん、そうすると、長老たちが怒って、うん あなたが彼らが何を言ってるのか聞いてるのですか黙らせてくださいって言ってるのね。んなんで黙らさなきゃならないかっていうと、うん、あの言葉はメシアを迎えるときのみ使う言葉で、うん、あなたはメシアじゃないんだから黙らせてくださいって言ってるわけ。彼らを怒った理由はそこにあったんやでそこにあったわけね。で、ここで言ってるのは、 長老たちいや、特にパリサイ人たちに言ってるのね。だから、パリサイ人たちに告げます。うん、あなた方が、この民族をみんな集めて、うん、メシアを迎える言葉で、 祝君か列車の皆によって来られる方に「イエス様もう一回だけでいいから来てください」って言った時まで「サイリンは決してありませんよ」とおっしゃってんのは<ー>私を見ることは決してありませんっておっしゃって<ー>そうイエス様が来られた時代にあれほどイエス様を拒否した人々がリーダーとなって イエス様のところに人々を導いていくっていうのはそういうふうにイスラエルが変えられるっていうのはこう何ていうか本当にすごいことやるけどなんかほんまかなとちょっと思いますよねあ特に今のねイスラエルではそれはちょっと無理だなって思うんだけれど、うん、でも最初に「イスラエル皆救われる」って書いてあるから、うん、必ずそのことが起こるわけねまして近い将来起こるわけね。うん いつ起こるのか。それは。誰もわからないんだけれど。今。彼らが約束の地に戻っているっていうだけで。その日が近いんだっていうことがわかる。今すごい時代ってことだよね。そう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 。うん、すごい時代に生かされてるのね。そかけど、今のイスラエルの人々が。 リーダーに従っていくってこうなかなか考えられへんねんけど本当にかたくなな人たちだからねえだけどローマ書の九章二十七節に、うんえー、この「終わりに残されてる人たち」っていう言葉が書いてるので二十七節読んでくれる九章二十七節ねまたイスラエルについてはイザエがこう叫んでいます たといイスラエルの子供たちの数は海辺の砂のようであっても救われるのは残されたものであるねだからえー、結局最後の最後にご再臨間際に生き残っているユダヤ人たちが民族的にイエス様を迎えるそれがイスラエルは皆救われるということそうなんやだから、うん イスラエルのために祈らなきゃいけないまね。いやー僕はもっとイスラエルのためにもっと祈りたいなっ今からそう思わされましたそれでは今日のおさらいをしますイスラエルの民は神様と民族的交流があり教会は神様と個人的交流がありますペンテコステの日はイスラエルにとっても教会にとっても重要な日です モーセが神様から10回を受けた時で偶像礼拝をしていた人々が3,000人殺されました教会の始ま,りや始まりであるペンテコステの日には精霊が一人一人に下り神様と個人的交流が始まり3,000人が救われましたそれでは皆様またお会いしましょうシャロー